餃子のね、旭県にね、行った後はですね、居酒屋サキトっていうね、こちらは天神とかね、赤坂の方なんですけど、そちらの方にね、来ました。こちらはね、なんかお魚とかがね、美味しい、こう和食系のね、居酒屋なんですけども、上にですね、日本酒のメニューがいっぱい書いてありますね。今日のね、おすすめだったりとか、メニューなんかもですね、はい、ナンバーワンメニューから、いろいろあります。ね、お酒にね、合いそうな、魚のメニューがね、結構いっぱいありましたね。まずはね、このお通しが出てきました。と、ビールですね。はい、生をまず一杯いただいてから、食べたいと思います。まあ、魚の煮付けと、あとね、煮物ですね。はい、これ非常にね、味が、優しい味で美味しいですね。はい、ごまさばもね、注文しました。まあ、福岡といえばね、ごまさばみたいなんでね、これをね、ちょっと初めて食べるんですけど、このごまさば結構ね、身が締まってて、このごまの風味がね、非常にさばと合ってめっちゃ美味しかったですね。お次はね、ふぐ刺し頼んだんですけど、このね、ポン酢がね、さっきとオリジナルみたいでね、1本1080円でね、店頭で販売もしてるみたいですね。はい、こちらのね、ポン酢を使ってですね、ネギと、もみじおろしですね、ちょっとね、食べていきたいと思います。ふぐ刺しもまあ、見た目からね、非常に美味しそう。身のね、この弾力感がいいですね。早速ね、いただいてみます。やはりですね、歯ごたえが非常に良くてですね、まあ、皮のところもね、コリコリしてね、非常にね、美味しかったですね。こちらは、マグロのね、三種盛りですね。本マグロとかね、はい、赤身なんかも入ってるみたいですね。まあ、早速ね、食べていきます。こちらはね、非常にね、口の中でね、溶ける感じで、もうかなりね、脂身がね、まろやかでね、非常に美味しかったですね。はい、メニューね、結構いっぱいありますね。いろいろね、ちょっと調べながら行ったんですけど、途中でね、やっぱ日本酒を飲みたいなってことで、マスターにね、ちょっと甘口の日本酒ないですかみたいな感じで言ったらね、もう飲みたい日本酒がね、出てきましたね。まあ、ちょっとね、甘めな感じなんですけど、非常にね、お刺身とかフグとかにもね、あって、美味しいです。で、これはね、サバの塩焼きなんですけども、まあなんか、焼き物でね、いいのありますかっていうとね、なんかマスターがね、まあ、いろいろチョイスしてくれて、まあこれも美味しいです、これも美味しいですって感じでね、結構勧めてくれるんでね、まあ聞いてみるとで非常にね、楽ですね、美味しいもの出してくれます。こちらはね、イクラ。イクラもね、ちょっと食べたかったんで、そのままいっちゃってますけどね、はい、日本酒に非常によく合います。はい、結構ね、もう、餃子も食べてきたんでね、まあ最後はね、これ、酒盗でね、はい、ちょっとつまみながら日本酒を楽しむみたいな感じでね、これも非常に、美味しかったですね。まあ全体的にね、すべて美味しかったんで、本当に値段的にもね、そんな高くない感じでリーズナブルだったんでね、ぜひ行ってみていただければなと思います。